カルチョリニッツィオ。We love.ご機嫌いかがでしょうか。ジョン・カビラです。本日はフレンドリーマッチ、今日の試合は解説に中西哲夫さんをお迎えしています。よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。前評判ではかなり有利な状況と見られているんですが、いかがでしょうか中西さん。はい、ミスをせずに自分たちのサッカーをすれば問題ないと思います。右サイド、長いボール。
つないで99番シュートだ。キーパーセーだ。ここはよく弾いて一旦ピンチを出しました。キーパー良かったですね。真ん中入れた。ヘッドだ。わずかに右へ反らしてしまった。立ち上がりから果敢に攻めているのはまだまだこれから調子上げてくると思いますよ。主審の笛が鳴りました。縦にボールが出ました。右へ展開して遠くから行った。中央上がっていきます。いいマークですよ。ランダーのクロス。この位置でボールがタッチを割りました。ゴール前入れてきた。ヘッドだ。あーっと外れた。このプレーいかがですか。こういう時は相手にシュートする隙を与えないことですね。中西さん、ちょっと一方が有利な感じにも見えるんですか。この辺りで得点落ちるんじゃないですか。右に振って縦へのパス。右を使ってボールキープしています。おっと上が鳴りました。よく守っています。左に出した。右を使ってきた。これは危険なプレーです。左へ回して攻めていきます。打った。弾いた。ちょっと危ない感じでしたね。今のも弾くのは精一杯でしょう。チャンス続きますね。ここまで持ってきました。よく守ります。ダイレクトパス。頭ここで仕掛けます。スペースへ抜ける。前へ。さあ打っていった。体のトップゴール。先制点を決めた。決めたのは場内が歓声に包まれます。おいしいところをきちっと決めてきましたね。選手にとってどうなんでしょうか。嫌なもんですよ。気持ちを切り替えないといけないと思います。まもなく前半の30分が経過します。危ない。どうだ。キーパークリア。左にさばいて右サイドを使ってきた。さあスペース狙えるか。左へ出して真ん中から上がっていこうというところ。キーパーセーだ。大きく前方へ。おっと上です。不審を取ったようですね。左サイドを使ってきた。縦に送って
今のところ順調に試合を運んでいるように見えますがどうでしょう、うん、押してますよ。ただあんまりまだ流れ変わってませんね。いい守りを見せました。得点ゴール動きですが中西さんどう思いますか。いいリズムでいけてると思いますよ。この辺りだとすごいゴールを狙いたいですね。激しく奪い合います。激しいチェックが続きます。前へ送る。中央から持って上がります。来ましたか。狙った。力のあるシュート。いやいいところまで来たんですけれどもね。今のは完全にフリーだったんですけどね。縦に出した。前方へ。中央から上がっていった。入った。前半終了の直前2点目。今日2点目。ノリに乗っています。さて中西さんいかがでしょうか。 いくらフリーとはいえ簡単ではないですからね。よく決めました。あーなるほど。ご覧のように画面にはリプレイが出ています。中西さん2点差となりましたがどうですか。逆転というよりはまずは1つ返したいですね。取られたようですね。ヘッドから縦へ左へ出した。あっと上が鳴りました。ファウルです。ここからのフリーキック前に送って左に叩いた。どうだ。遠目から放った。これもクリアされ。ここで前半終了。前半戦リードして折り返しましたがいかがでしょうか。まあリードもそうなんですが無失点で前半を終えたことが大きな収穫だと思いますよ。そして前半終了時のスタッツです。